たセントラルマーケット抜けてセントラルマーケットに、あ、これさ、今たまたまちょっと持ってもらっただけなんですけど、よくある光景じゃない。あ、私やっちゃった。あんたですよ、私の彼氏じゃないから。しかもあなたも女だからすごい嫌だよねみたいな話してるよね。なんで嫌なの。嫌じゃない。なんかさ、女の子のさ、バッグ持ってる男性好き。荷物持ってくれるってこと。なんか荷物とかないじゃん、買い物した。あ、そのわかるわかる、うん、手に2つ持ってて1つ持ってくださるのは。そう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 。でもバッグってさ、自分で持ってたかな。だからファッションの一部としてってことでしょ、うん、でもこの子よく見ますよね。よく見る。あの男の子だから、その彼が彼女のバッグを持ってあげる、うん、これってさ、どうなのかな。欧米の国でも一緒なのかな。いや、そんなことないのか。それともやっぱアジア、それとも。あー、涼しくなってきたわね。ここ上登りたいと思います。あの横断歩道ないから上で全部つながってるんですよ、立橋とかで。そう、安全。ご一杯でい。日がね、落ちてきていい感じですね、雰囲気が。いい感じだ。探せばね、香港は何でも食べられます、うん、レストラン何でもあります。何料理でもあるよ。ある。例えばアメリカ行ってると食べられない日本食絶対あるじゃないですか、うん、香港は食べられる。そのお値段はもちろん張りますけど、うん、ね、値段が高い。そうだから、そのもちろん行けないところは多いよね、うん、でもその見つけようと思ったら見つけれるよね。だってアメリカ行る時とかさ、イタリアも多分そうだと思うけど、ないお料理あるくない。マンションかな。マンション売ってんの。マンションですかね。お家かな。不動産じゃないですか。ですね。買おうかなってすいません。え、なんかあれじゃない、見え張る、見え張ると思うんじゃない。あのカメラ回ってるし、カムじゃねワンちゃんカムじゃねえ。カメラ回ってるし、これノーって言えなくねそう、イエスって言っちゃうんかな。いや、カメラ回ってるから家買うわ、マジ結構すごい。いそうだけどね、そういう YouTuber、ほら、なんか日本で。ああ、いそう、でも。家買いました、買っちゃった、買ってみた。本当そう、IFC 大好き。国際金融中心商場。インターナショナルファイナンスセンター。センター、もう。このままやな、このまま。IFC モール。香港 IFC モール、そして ICC モールもあります。で、こっちが IFC、向こうのカオルン側が ICC。ICC は一番高いビルディング。あ、そうなの。はい。そして、ショッピングモールですけど、上は全部会社とかが入ってます。IFC も ?IFC も入ってる。観覧車の方行くんだよね。観覧車の方行ってみましょう。観覧車に行こう。ここを通り抜けて。IFC の匂いが好き。IFC、私は気温が好き。あ、気温が好き、うん、私ね、あの匂いだったらランドマークと K11 が好き。入った瞬間に匂い分かる。こうやって K11 いい匂いよね。いい匂い、あの駅から匂い、あとランドマークも、もう入った瞬間飽きたね。な、飽きたって思う。あ、いい匂い。 IFC はどう、気温。さ、ご飯食べに行こうって言われてさ、モールの中だったらどう。あー、そういうこと。ご飯食べ行こうでモール。なんか美味しいお店いっぱい入ってるじゃん。でも、うん、なんかさ、違くない。なんか日本のモールと比べたら、日本のショッピングモールだったらさ、ファストフード多くない。確かに。え、逆にどう、香港フードコートみたいな。そうね。え、でもほら IFC の中の何々ってレストランとか、ほら例えばシコンもさ、ランドマークだから。あ、そう。マンドリンの日本とは違う。日本のショッピングモールのご飯で、特にあのフードコートで待ち合わせ場所ってことでしょ。そうそう昔のデートを思い出して最悪よ。何日だったの。タイ人。タイの人ってすっごいモール好きだなって。あ、そうなの。なんか暑いから、私みたいなやつがいっぱいいた。暑いの嫌いだった。モールの中で済ませたい。モールの中で済ませたい。タイのモールってすごくない？何でも入ってる。モールがしかもでかいし、私もタイの友達会いた時、普通にモールの中のご飯屋さん行ったよ。美味しかった。うん、やっぱタイスタイルの銀だこ？伊藤洋華堂の。美味しかった。楽しかったデート。うん。私結構あの IFC とか来るかもしれない、ご飯で。本当。うん。でもそれモールっていう感覚ない。
モールではないよね、確かに。そうそう、多分商業ビルに行くユニバーシティ。でも日本で言ったらショッピングモールじゃない？違うか。あ、カーナス動いてるやん、調子いいじゃん。こんな会話してますけど家ではちゃんと喋りますよ。家でもまあこういう会話だけど、なんか何喋ってんだろうね。何喋ってんだろうね。いつもほんまにお互い聞いてるようで聞いてない。私の方が喋ってる？あなたの方が喋ってる？私あんま喋んないよね。喋る時だけね、なんかあった時だけ。確かに気温がいい感じになってきたわ。外でめちゃめちゃ喋るからこそ家ではすごいリラックスモード、スイッチが入るからね彼。スイッチ切っちゃうの？ICC ってどうだよ。 ICC あのあれや、向こう側のあのエレメンツのところのあれや。エレメンツってほらあのほらバス止まるとこ、あそこの一番最初にチュンムン出て、あのビトンとかの看板ある、あれ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 か、あれコマースセンター。ここに大きいアップルストアがあります。わ、 iPhone 買わなきゃ。彼は新しいのを狙ってます。iPhone 出るもんね、新しい。15日来週15日になんか新しい発表が1個あるよね。でも優しくない？普通にさ、行ってさ、欲しいんですけどって言ったらさ、その場で普通売りたいじゃん。なのに新しいの出るから待ちなよっていうところ優しくない？言われた言われた。あの、Apple Watch買いに行ったんですよ、一昨日。言ったら、いやでも一回その来週の15日の発表待ちなよって言ってくださって。え、優しいその人。え、私、好きなんちゃう？好きなんちゃう？簡単やな最近。最近声落ちやすい一言言うの。いや本当に声したいもん。え、声したいのアピールしてよ。だよ。でも声したいって言ったらもしかしたらさ、やっぱ言霊だからさ、あなたが。あ、そうだね。声できるかもしれない。やっぱ幸せって感じたら幸せですね。そうね。っていうのも。別に幸せだし。あなたから学んだ。うん。初めて来たもん。それは嘘。でもちゃんと行くのは初めて。ここねすごい写真映えスポットですよ。私ね来るたびに写真撮っちゃう。ここでこういい、ね、こう撮る、こうね、よくない？綺麗じゃない？こうビルに囲まれて、本当ね。映えるね。映える。立ってみても。映える。なんかこういう PV やりそう。でなんか、あ、待った？いやそれ逆。なんでいつから私男なの？男の人が急いでくるっていうのが、女が待ってることの方がね。どっちが多いかな。どっちとかも。そうはないやろ。嫌だよ。待たされるのも嫌だし、待つのも。やだ。いやー、それ結構感じるところ。時間の価値観って大事よね。うん、大事。あなただってほら、前彼結構厳しめだったくない？時間。時間にめっちゃ厳しい。肩やった前。厳しいっていうか、オンタイムの人？オンタイムじゃない、向こうは。向こうがルーズ？向こうはオンタイムじゃないけど、こっちには求めてくるタイプ。ああ、そんな、なんか今マイナスのイメージ。え、見て、すごいじゃん。あのゴリラいるじゃん。見に行きましょう。動物園？カーニバルか。あ、すごいじゃん。なんかのどか、さっきの双方のガチャガチャした感じとは全然違います。はい、こちらセントラルピアに参りました。じゃん。セントラルピアはここを中心に小島とか、あとディスカバリーウェイっていう住宅地だったり、マーワンっていう住宅地とかに船が出てるんですよ、フェリーが。でそこが船着き場。え、めっちゃいい。あのポップコーンの匂いする。映画館であのユニバーサルスタジオとかで匂える、あのポップコーンの匂い。ああ、わかる。あ、さっき言ってたこれだ、音楽。あ、あったあった、アイスクリームのやつあった、さっきの。食べる。食べちゃう。シェアロ、シェアロ、シェアロ。甘いものめっちゃ好きな人たちやん。めっちゃ可愛いやん。アイスクリームトラック発見。はい、音が聞こえますか。あ、わかった、この音。12ドルだって、12ドル。かわいい。いろんなのあんまない。
それしかないと思った種類。リケール。 Thank you。 かわいい、やっぱり。でもさ、どこも種類4つよね、あのゴールドコースの。あ、そうなの。 Thank you。 ありがとうございます。映える。映えた。あの音を聞いてください。ダカダカ、言ってたカメラさんが言ってたこの音、この音楽がどこでも多分一緒なの。あ、そうなんだ。なんか日本のショッピングモールでも流れてそう、あのデパートメントストア。あのショッピングモールではない。これ映えるやん。これめっちゃ太りんじゃない。あ、溶けちゃう。行こう行こう。食べていい。いいよ。ありがとう。いただきます。おいしい。アイスって感じ。暑いから。アイスって感じ。アイスって感じ。すごいスピードで溶けるんだけど。食べて。はい。すごくない？もう溶けてきた。いや、え、すごい高速。高速よ。私たちオーブンの中にいるみたいな。そうよ。暑いもん。うん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 。朝尋常だ。うまい。わおわお。これは早食い。これこそ飲み物。なんか全部飲み物今日。なんかやばい。全部手ベタベタになるし。うんうんうん。早食い早食い。もう食べていい？食べて。食べて言ってたの長と。うん、うまい。飛び切り溶けるの早い。飛び切りが出てたのは。飛び切り溶けるの早い、これマジで。シャボン玉に囲まれるってめっちゃ良くないですか。映える。映える。映える。ありがとう。ありがとう。映え。映え。あの子入るのあっち。カーニバル。なんかさ、芝生じゃないけどさ、やっぱりこうグリーンがあると気分がいいわね。だって10分の1だったら乗らない、普通に。200やったら乗らんかも。200やったら乗らんけど、うん、でも20だと乗るくない？20だと乗る。プロポーズどこでされたい？プロポーズ違うか。プロポーズどこでされたい？でも観覧車の中は嫌だ。嫌だ？嫌じゃない？私嫌でもないけど、別に、まあ、好きな人だったらどこでもいいよね。でもトイレとか嫌だよ。もちろんどこでもって言ったけど、トイレは嫌だ。メリーゴーラム乗りながら、メリーゴーラムの前は貸し切って。あ、かわいい。かわいい。皆さん、メリーゴーラムの前はおすすめということで。でもさ、夜貸し切ってあって、ここだけ光ってるってのが大事じゃない？確かに。うわっ。あ、これやんなよ。これやりたい。体重制限大丈夫かな。あー、大人だけなのこれ。いや、私、ほら、大人の体重超えちゃってるから。なんかやりたいね。ちょっと学んでるな。これ多分さ、入場しなきゃいけない。これ多分。あ、そうなの。入場チケット買うけど。はい、ありがとうございます。めっちゃ並んでる。どうする？デートでここだったら。嬉しくない？嬉しくない？嬉しいよね。嬉しい。チケット買ったんだよねって言って。うん。とりあえずその多分準備をしてくれたっていうところが嬉しいね。嬉しい。なんか考えてくれただけで嬉しい。でもだって銀だこもすごい嬉しかったもんね。銀だこのデート。銀だこマジ嬉しい。あれ撮りたい、あのクマ。クマ欲しい。なんかさ、彼にさ、彼が頑張ってやっててみたいな、うん、で、彼は撮れないの、うん、で、じゃあやってみろよみたいなこと言ってやってやって、なんか意外といけてみたいな、やったら撮れるみたいな、よくない？で、向こうは拗ねるってこと。そうで、それがいいの。それがいい。彼が拗ねたらどうすんの。彼が拗ねたら、かわいい。逆パターンもありね。私が初めトライしてやりたい、できない、うん、ちょっとこれがやるよみたいな感じでやったら取れたみたいな。そっちの方がさ、それちょっと、うん、そうだ、立ててるやん彼を。だってできないのやるわって取れちゃうってことでしょ。そっちの方がいい。いいとこドリップですこの人。いいとこドリップ。いいとこドリップ本当に。いいとこドリップでございます。え、私はあの自分が食べてる間とかに撮ってるっていうパターンがいいと思う。やだ。え、絶対やだ。見てたくない。あ、確かに見たいかも。瞬間を。あ、見たい。もしかしたら買ってるかもしれないけど、そうなの。1万円くらいでさ、ごめんなさい。これどうしても撮ったって言いたい。撮ったって言いたいから。買って売ってくださいってこと。いっそうそういう人だ。いっそうそういう男はおもろい。やっぱお子さんで賑わってない。まあ、やっぱ子供が。なんか遊園地に行くのはちょっと遠い、トゥーマッチだけど、うんうんうん、ちょっと軽くね、子供を遊びたいなっていう時に
いいの入るチケットはいくら？4人とかの方がいいらしい。20で入れて100ドルは10個チケットなんていうの。おいいじゃないですか。ここでパッて入れたらいいのに。確かに 列並ぶのが嫌いなのが出てます。はい、はいはい、本日もセントラルにてお散歩香港シリーズをご覧いただきまして誠にありがとうございました。本日はうちのルームメイトの浩平君を交えてだったんですが、すいません本当お邪魔しましたって感じ。なんかずっと文句しか言ってなかったけどさ、私大丈夫かなみたいな。暑かったんだもんね。皆さん来られる時はこうね、水の準備とか暑さ対策とか、でも絶対重要。焼けるし、見て焼けてるし、焼けちゃう、すぐ焼けちゃう本当、ね、暑いのが苦手だけど、でも今も気温下がってきて、そう、私このぐらいの時間がすごい元気になる。じゃあ次はちょっと夕方目からスタートのお散歩香港シリーズ、また第2弾楽しみにして待ってます。やりたい、うん、さあまたすぐにね登場する浩平くんです。ありがとうございました。よろしくお願いします。さあ今日はここの AIA バイタリティパークの観覧車の下でお別れです。バイタリティパークって書いてあるから、バイタリティパークでバイタリティ上がるって言いたい。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。